ハーモニカ横丁東京都武蔵野市の吉祥寺駅前にある商店街、ハーモニカ横丁。本校で正日、青森県八戸市にある横丁、ハーモニカ横丁東京都大田区の京急蒲田駅前にある飲み屋街、ハーモニカ横丁。神奈川県横浜市の毛にある東京商店街、兵庫県明石市の明石駅前にある飲食店街、ハーモニカ横丁。 中見世通り中央通り朝日通りの連、正寺幸は街通りハーモニカ横丁は、東京都武蔵野市吉祥寺本町にある商店街である。通称、ハーモニカ横丁。吉祥寺駅、北口駅前にあり、混沌とした細い路地の中に、商店、飲食店などが立ち並んでおり、100軒近くの店舗が並んでいる。ハーモニカ横丁のルーツは、 第二次世界大戦後の1940年代後期、荒廃した吉祥寺駅前にできた闇市からである。その闇市の名残か、入り組んだ細い路地の中にこじんまりとした商店が、混沌と立ち並ぶ様が、古き良き昭和の面影を残している。駅北口から平和通り、大野外、武蔵通りに面した位置にあり、横丁は、東側から中見世通り、中央通り、 朝日通り、のれん工事、昭和海通りの5つの通りで構成される。飲み屋街としても有名であり、夜になると仕事帰りの客らが集い、昼とは違った賑わいを見せる。ハーモニカ横丁の名前は、武蔵野市に在住していた作家の亀井翔一郎が、100軒ほどの小さな店舗が立ち並ぶ様を、楽器のハーモニカの吹き口に例えたことから由来している。なお、 現地における表記はハモニカ横丁とハーモニカ横丁が混在しており、地元ではハモニカの方が通っている。ハーモニカ横丁の店舗数は全98店舗。一部の店舗はダイヤ街側の位置にあり、混在している場合もある。中見せ通り、吉祥寺駅側最も東側に位置する。三千利薬品やビッグなどの店舗が立ち並ぶ。白地に、 赤色の真、なお、夕方から夜にかけて赤丸の葉の部分が光り、様々な色に変化する。中央通り横丁の中側に位置する。主に飲食店を中心に構成。横丁の看板となる食堂、ハモニカキッチンがあることで有名。入り口隣に藤香洋菓子店があり、ペコちゃんの等身大人形が立っている。朝日通り横丁の中側に位置する。 主に飲食店を中心に構成されるが、鮮魚店やメガネ市場もある。バス通りからひときわ目立つ黄色のハモニカ横丁の看板が目印、のれん工事横丁の中西部に位置する。昼間はほとんど営業している店が少なく、シャッター通りと呼ばれることもある。一転して夜になると飲み客で賑わう。昭和海通り横丁の最も西側に位置する。 焼き小論法のテイクアウト専門店、上海焼き小論法が入り口に位置し、貴金属店、も、ありがとうございます。